続いては、大竹メインディッシュ、呉工業、朝日新聞、おほうつくの市政かまぼこ、三話シャッターがお送りします。今日のゲストは、村田亮太さんです。続いては、ポッドキャスティングでも配信しています。大竹メインディッシュ、 本日のお客様をご紹介いたします。1986年、奈良県のお生まれです。2012年、ロンドンオリンピックボクシング,シング男子ミドル級で日本人選手としては48年ぶりの金メダルを獲得したことが大きな話題となりました。現在、マガジンハウスからフォトブックファイトが発売中、プロボクサーの村田亮太さんです。はい、そよろしくお願いします。 いや今日は三歳の息子さんとご一緒にこの後どっかいらっしゃるんですよねそうなんですちょっと親族の結婚式であの地方の方に行くんで子供連れてきてしまって大変申し訳ないと言えたせません格好いいですねそんな恐縮です今までのボクサーの選手であの。 こういういかっこいいカードあんましんなかった、うん、って、正直言っちゃった。うん、あまあでもねあの、ご本人も多分思ってると思うけどね、ほか <laughs>、うん、がブサイクすぎたっていうのがね、あるからね、あのおかげさまでですね、<laughs> おかげさまでいろんな仕事が来るんで、あのボクサーが一重っていうイメージをずっとつけておいてくれて、よかったですね。えっと、まあ、プロにね、決めたとからちょっとあって、プロに転向するわけだけど、プロに転向したときに、まあ、グローブの薄さに驚いたんだって。あそうですね びっくりしました、そんな、やっぱりアマチュアと全然違うの、全然違いますで練習でもやっぱり分厚いグローブしかつけないんで、実際にその試合用のバンテージとかで、手を固めた状態で、バンテージで固定して、はい、その、拳が当たりやすいような形にするんで、はいはい、その上で薄いグローブをつけたときに、逆にこのグローブで殴って倒れない人間っているのかなと思うぐらい、そん,なそんなに違いました、アマチュアの時逆にこのグローブでどうやって倒すんだろうと思ってたんですけど。 そんなに違うんちゃいます、はい、すごいキャシャな感じの手ですよねす指とか細くて本当,あ本当だピアノそ,そんにピアノやってましたもんピアノやってたんかちょっとやめてください私 <laughs> ボクシングやっててピアノ弾ける男の人ってドストライクゾーンなんですけど <laughs> 今は全く弾けないですけど小学校の時はなんかそのいわゆる上層教育みたいなの受けてました お母様が、ね、そうですねプール行って、うん、ピアノ行って、うん、お絵描き行ってとかそんな感じの <laughs> やめなかったらちゃんと続けたんですかいやっとねプールだけでしたねプールのもでも小学校の時で終わりました、うん、あーあプールが一番才能あったと思うんですけどね、うんうん、ボクシングよりもあそうすごい速かったんで、うん いいやいやその話も伺いたいんだけど、うん、元に戻してこの薄さで、うんね、で室井はもう大のピアノ弾けてボクサーってストライクドンスだけど、うん、まあ息子さんがいるんだけどあれだよね幼稚園からずっとボクシングをやっててそれで室井の夢は あのボクサーでにしてあの詩人にしたいんだってこんですか男として生まれてきたら <laughs> そのなんていうのかな才能勝負のボクサーと詩人っていうのが最強にかっこいい職業なんじゃないかと思ったの生ハムメロンみたいな状況大丈夫ですか <laughs> <laughs> 全然ダメですよかすりもしなかったですね <laughs> いやーでも歴史を振り返ってみれば高校で五冠取ったんだっけ、うんはい、で大学行って 勝つんだよねでもその後北京五輪で予選で負けちゃうんだよね。そうです国内は勝ったんですけどアジアっていう枠になるんで、はい、オリンピックの予選というのはいね、アジアで5枠とかだったんで、うん、そこに入れなくて、うん、負けました、ね、あ,あのー、今もう勝ち続けてるわけだけど、はい、やっぱり対戦した時にグローブ交,交,交える前にちょっと気持ちの方は こいつとどうそのっ、えーうん、ドーハ2006年のアジア大会があったんですけどその時きに、うん、その2004年アテネのオリンピックチャンピオンと試合して、はいはい、その時はもうちょっとリングに上がった瞬間に厳しいなって思ったのとあとまあ人間ってその何、うん、んですかねネガティブな状況で負けるのって別に逆に傷つかないんですけど。はいはい オリンピックチャンピオンであろうが何であろうが俺は買ってやると思ってその時にリングに上がったんです、はい、そしたらもうコっパみじんにされてその時の自分のなんか人間の崩壊していく姿って言ったらもう絵に描いたような感じでしたねあそうやってやろう俺も通用するんじゃやったると思って行った時に負けた時ってやっぱり一番反動激しいですね あの、夜中にやってる若い人の試合見てても構えて、こうなんかこう、鼻からちょっと気持ちで負けてるネガティブな人もいるじゃない,、ね、います、ねうん、卑怯な顔の人いるもんね。 いかにも筋もんみたいな、筋もって言うな、お前いなこれ、お前、言葉がとか、間違ってるから、直せそう最初から怖そうな人はずるいよね。まあ、そうですね、ずるさも技術といえばそうですし、そういうの多いですね、足踏んだりとか、わざとローブロー入れてきたりとか、結構そういうことする選手は多いですよね、特に、特にやっぱり、まあ。 国名出していいのか分かんないですけど、そういうハングリーな国の選手とか、多いですよね、でも勝ちたいいってうそうですね、だから、減点食らっても最後倒せばいいから、ちょっとぐらい反則して、聞いたりしたら、ちょっと反則して休む時間を取ろうって考える選手もいたけしさんのボクシングの映画でさ、もろもろおかっていうのが、脇で出てきてさ、 あの卑怯な手を教えるんだよね、うん、こう足踏んだりなんかこういろんなキリ,ダリターンですか。そうそうそう,そう,そうああ見ました見たあれ面白かったでね面白かったよね、はい、俺はあのまあもろもろ,もろかとは同じぐらいのこと、うん、間でやってきてあいつのなんかこうなんかうさんくさい 先輩で面白かったですなんでお酒飲んであとんか履いて減量しろとかっていてむちゃくちゃなことを教えるいやいやうさんくさい人もいるのがこの世界の面白さじゃな私が忘れられないのはほら「毒オレンジ事件よ」「オレンジジュ昔ス」「昔」「下剤が何か入れたの」「共栄のオーナーが」 <laughs> どうしても育ててきた子、いやいやいや、そのポジティブなって思って、勝ちに行って負けた時の衝撃が大きかった大きかったですね、今思うと、だからそのネガティブな状況で負けた時って、どうせ負けるんじゃないかって予想して負けた時って、意外と傷つかないんですよね、でも勝つぞと思って、俺らが勝てると思って負けた時の、の、そっからやっぱりボクシング、ちょっと嫌いになった時期があったりして、スランプに陥っていったんで。 人間って結構ネガティブが全部よくないみたいな感じで捉えられますけどむしろポジティブで行きまくってガンっていく方が怖いですよねそうなんですど。すんごい根っからもう100%裏表なくポジティブみたいな人間は苦手ああ気持ち悪いじゃんまあねそれはそうだけど村田さんご自身は普段はポジティブなのネガティブなのまあ結構ネガティブですね そう,そうだよねやっぱしそのなんかネ,ネガティブの向こう側だよな、ネガティブ、ネガティブ、向こう側にちょっとポジティブっていう感じだよ、ね、そうですねあのどっかで開き直れるだけの話であって、もう試合前とか常に怖いですし、はい、そんなずっと自信があるっていうのを思うとかも、まあそれもちょっとおかしな感じですし試合前なんかするとか、ジンクスみたいなのはないですね。な、はいいは グローブどっちからつけるとかでもないですし、うん、そういうのほらだ、ね、こだわっててできなかったら嫌じゃないですかこだわっててできなかったら今日嫌な気望ついてリングでやるのも嫌なんで、うん、じゃあ終わったら必ず食べるものとか、うん、いやそれも何にもないですね最国内の試合だったら試合の前にうなぎ食べるとかはありますけどそれも別にこだわってるわけでもないですし学部行ったらねそんなもんないもんねそうですねはいあ,あのこうそれで負けて 大学の職員しばらくそうですね朝9時に出勤して、学生の相談とか、スーツ着て受けてた時期があるんですよ引退して、だから北京の予選で負けたのが、はい、2008年の3月だったんですそこで負けて引退って思ってたんですけど、そこまで、まあ、ずっと突っ走ってきて。うんうん 一週間ちょっとしたら、社会人としての新しい生活が始まったんですよ。ボクサーから次は大学職員としての生活が始まって、そのあたりもすごい戸惑いましたね。でしょう。はい。なんか今まで全く経験してないとこですし、正直パソコンもそんな触ったことないのに、なんで事務職員に採用されたかもいまいちよくわかんないんですけど、もう何かの力が働いたとしか思えないんですけども、はいはい。でも、採用してもらって、はい。していただいてやっていく。今まで学生でボクシングやってて、聞いて大学生のその、 同い年ぐらいの連中なんて、遊び回りやがってこいつらとかと思ってるような周りはもしかしたらね、やつらっていう感じだったのに、それをなんか、ある種お客さんとして扱うっていう、あの不思議な感じといったらなかったですね。ああ、そう。まあ、面白かったですけど、ね、その中で,で経験したことはすごく大きかったですね。ああ、まずそういうのがあって、でも今度はまたオリンピックに出てきて。 そうですね,ね、はいまあ、2008年、それで1年半ぐらい引退してたんですけど、もうんうん、ちょっと学生にいろいろトラブルがあって、うんはい、部がちょっと謹慎状況になったんで、はい、団体戦が出れないという状況になったんですよ、はい、でも個人戦だけは出れたんですね。でもちょっとそのやっとやぱり そのボクシング部全体として捉えられるんですけど、そういう事件ってあれって不思議なもんで、一人が起こしただけの話であって、他の子は頑張ってて、しかもそういう事件を起こす子っていうのは、むしろ部と関係あったかっていうと、もうフェードアウトしてる状況じゃないですか。なるほど、そういう子がまあ起こしてしまったことを全員がこう責任取って、全体がダークに見られるのは嫌やったんで。 ちょっとうちの部もちゃんと活動してるぞってところを見せたくてでもちょっと学生見たら誰か全日本で優勝してくれる子いないかなと思って見渡したところちょっと厳しそうだったんですベスト4ぐらいがこいついけるかなってぐらいでやっぱベスト4と優勝じゃ全然違うじゃないですかだから誰かして優勝したら部がちゃんと活動してるっていう証明になるかなと思って見渡したとこいなかったからあじゃあ俺職員やから東洋大学職員っていう名前を <laughs> が残れば、ボクシング部とつながるから、それでいいやんと思って現役復帰したんです <laughs> へーそのなんか、全体の大学に思われるのが嫌ってい。いやだった、みんなすごい頑張ってて、すごいいい子たちばっかりだったんで、うんうん、あそういう変な連帯責任っていう、変な、あんまりいいと思わない文化、うんねうん、でも東洋大学はさ、すごい先見の銘があったっていうか、すごい宣伝になったよね。 まあもちろんそれもそうだし、しかもあの、ねうん、ちゃんとあの職員としてね、うん <laughs> あの、いて、しかもまたそこでひょんなことから試合することになるんだね、不思議だよね、でも。そうですね、なんか、うん、ボクシングって、すごく自己中心的な競技じゃないですか、うん、まあ自己中心的というか、個人技で、うん、まあ僕も常に思うのが、自分のためにやってると思うんです家族のためとか、なんとかって、これ、嘘なんですよね。 プラスアルファのところであって、こんなもん自分が強いっていう証明したいとか、中学校の時に喧嘩が強いってことを証明したくてやってるだけの話であって、なんかそれをメディアとかっていうのは、家族のために頑張ってますっていうところにやるとするんですけど、それって追い風とか、プラスアルファ的なものであって、根本ってたぶん、自分が強いんだっていう証明したいわけじゃないですか、そういう競技をやってきた人間が、初めてなんかその他人のためにちょっと動いたっていう時に、 そういうなんかターニングポイントがあって、オリンピックにつながってたのかなと思うと、不思議な感じがします、でもあれだよなこうじ、自分が強いっていうのを、例えばその高校の中で強がってたって、しょうがないわけだよね、世界、うん、は広いわけだから、うん、そうすると今度、オリンピックになるわけだよね、うんで、オリンピックでも強いってことが分かっちゃいました。うんで オリンピックで強いとことは、自分は分かりました、い,<そ>いいじゃないですか、ここでそうなんですけど、うん、そのオリンピックの金メダルって確かに48年ぶりですし、はい、前回級通してもな、うん、前回級通して2人目ですし、うんうん、東京オリンピック、うん、その次のメキシコオリンピックか、うんうん、で、メダルを取って以来、44年間、メダルすら前回級通してなかったんで、はいはい、これ、取ったら歴史的なことになると思ってたんですけど。うん、しかもあれだよね。 周りでこの重たいクラスで、日本人で取れるやつはいないって、みんな、まあ、軽いクラスな、ともかく言われてたんで、うん、これで証明すれば、すごい強い人間として認められるのかなと思ってたんですけど。 4年に1回のお祭りですし、そろえだけじゃないですか、やっぱりオリンピックってどうしてもアマチュアというか、スポーツなんですよね、格闘家との強い人間というよりかは、スポーツの世の祭典という頭にちゃんとある時はつけてるし、ポイントで戦う、ノックアウトとはちょっと違う感じはあるよね。やっててみ すごくメディアも初め注目してくれたんですけどまあ言っても4年に1回の商売ですからあれもあの半年持てばいいとこなんですよ金メダルの効果なんていうのはせっかく世界一って証明したのにもかかわらずあんまり証明できてないなもっと証明したいなと思ってプロに来ただけの話だってああそうなんだこれでもやっぱしんか村田亮太さんはもう一番強いってことが なんかガキのままだと思うんですよね、多分中1、2> うん、1> 中2ぐらいのあの、ちょっと喧嘩したくて、うん、それこそその中学校の中で、誰が強いかとかっていうところだと思うんですけど、うんうん、あの時にそに僕、絶対強かったのに、先輩が寄ってたかって、来て、5人ぐらい駅で来て、僕をこついたりして、次の日がこういったら、僕がやられたみたいな体になってて。 いや俺、やられたかな、と。全然パンチも痛くないし、なんかキックしてたか何してたか分からへんし、っちちょっと。なんかちょっかい出しに来たくらいの感じで次やられた。ゃあ一人一人芝居ていこうかなとも考えたんですけど、でもそれやっても、証明にならへんしなと思って、そしたらその時、畠山さんとか、達吉錠一郎さんとかが活躍してた時期だったんで、あの世界に行って、 勝てば、もうみんなが俺のほうが強いって認めてくれるやんっていうのがスタートだったんです、ボクシングのあ、その頃は頭は何色だったんですか頭はその時は、<laughs> あれ金かな茶かな、そな金んそんなぐらいの感じだった、はい、<laughs> で、先生が、お前、どうしたいんだってそうですね、はい、やってるときに、ちょうどその気持ちとかがあったんで、うんうん、あじゃあ、ボクシングやったらやりたいみたいな感じで言ったら、うん、もうちょうどその連れてってくださって、その週の週末に。 もうね、多分ね、うん、疲れさしてね、うん、あの、寝、ね、寝かしたかったんだよ。でないと夜さ、はい、繁華街とか見回り行くのめんどくさいじゃん先生が。言い回しは違いますけど、<laughs> そんなことおっしゃってましたね。何 <laughs> か、あの、体力が有り余ってるから、どっかにそのパワーっていうのを使えるようにしてあげれば、いい方向に進むんじゃないかって考えたとおっしゃってましたね。うん ちょっと先生の気持ちが分かって。自分のね、自分のことも考えつつ、村田君のことも考える。両方何かいい方法はないかなと。ボクシングジムかな、みたいな方でも、それでも行って、ボクシング最初に言われて、やってみたときに、どうだったんですか、それ、最初に。楽しかったんですか。楽しいとか言うよりかまず陸上部かと思ったんで。毎朝500メートルを。 5本やって、800、2本とかって走ってから、ジムワークがスタートするって感じだったんで、いや、僕の中では、すぐこのド道みたいなやって殴り合いして、みたいなイメージだったんですけど、も基礎体力作りっていう、根本的なことから入ったんで、何しに来てん、俺はみたいな感じで、最初、なかなかそういうことにやらせてくれないんで、走れみたいな、体鍛えるが先だったんで、2週間ぐらいですぐ辞めました、やめちゃったの中の最後にで 本当に根性なかったんで、いや違う、殴り殴るあ、殴り合いだけが好きだったんでしょ、そ,いやう,、まあ、そうですね、もっとか,かっこいいイメージは、もっとなんかかっこいいイメージだったんですよね、うん、でも、うん、今となっては走ることの大切さもすごい分かりますし、あれなんですけどね、まあ、子供だったんですよね、まだ13歳でしたしまだその時十13だったの。はい それでやめちゃって、そののものどうなの、しばらくやんなくなって、中1の終わりに2週間ぐらいやって、また中2の夏休みに2か月ぐらい通わせてもらって、またやめて、中3の初めからはずっと続いて、大学4年生を卒業すると同時にまたやめて。で 一年半後に、二千九年にまた復帰して、今まで続いてるんで、うんはい、そろそろまだやめてしまうんじゃないかっていう不安はあるんですけど <laughs> <laughs>。はい、でももう、はい、でも僕ら見てて、試合、試合、外から見てるから、今のが聞いたとか。だ、わかるんだけど、やってても、こう、入った時の感触みたいな、絶対あるわけ。ありますね。 これはここで勝ちと思うときは大体、対戦のときにわ分かるんだろうけどもしばらく一発入ったりしたときにこれ、勝つなっていうような外国の試合だったじゃないこなんかはそうですねマカオの第3戦目のときは初めにボディ入れたときにうってうって言ったあとに今の低かったみたいなアピールを相手がしたんですその瞬間にこれはもうもらったと思いました。 打たれることが嫌で、逃げる方向に頭がいってるから、これには負けないと思ったりとか。あれ、何ラウンドで六回。いや、この前のメキシコの選手は六で。マカオの時は。四ですはい。はい。その、その、あの、いに入ったやつってのは。あの、何ラウンド目ぐらい。だ一ラウンド目です。いや、そうなんだ。はい、オープニングヒットみたいな感じで、ちょっとこの様子見ながら。ボディー出たら、うって言って、で。 めちゃくちゃゃくこ,、うん、ここで「うっ」て言ったくせにもう一回ちょっと手下げて、うん、ちょっと低かったぞみたいな感じのアピールしてきたんで「うん、あこれは勝負は負けることはない」ってその瞬間に思ったりとか、うん、うっ」ていうのを、うんうん、演技の人とかいないのあいるかもしれないですね, <laughs> うんね昔のボクサーとかそういう聞きますよねなんかその死んだふりしといていきなりカウンターでとかってありますけど、うんうんうん、いやでももう,そう死んだふりしといてって、まあ、そういうのはもう大体ちょっとやられてるからだよね そううい形になるのはベース側でもどこまでですかね、それを死んだふりしたからとて勝てるわけでもないじゃないですか、どこかのある程度のレベルまで行って、そういう小細工っていうのが出てくるわけであって、やっぱりその大きな一本の柱っていうのが、どんだけ大きいかとか強いかだと思うんで、それがなかったら、勝負できないですよね。いや逆に自分が、これはちょっといただいちゃったなみたいなやつも。あの それこ2006年のアジア大会のに、あに、やってて、うわー、これはちょっと勝てないなと思いながらやってたんですけど、あまりにもボコボコにされてたんで、一回、もう反則取られてもいいから、ちょっとクリンチ際に、肘当たってもかまへんからと思って、このまま腕ごと振ったんですよ、したら、やっぱり相手も肘当てられて、目切れたら負けになるんで、アマチュアはトーナメントなんで、だから絶対嫌なんでしょうね、ぱっとそのホールドしてた手を離して。 ととうした手ごとこうやって片手で押さえられたんですよ、今度で、お前、それは甘いみたいな。すごいこうやった瞬間に、パッとこうやって押さえられて、お前、それはもらわないよみたいな顔を目で、目があった瞬間に押さえた瞬間に、今日は絶対勝てないと思いました。これはもう違うと思って、今日はもう絶対無理と思いました。あ、すごい性格ね。そうか。かなきゃ分かんないよ、テレビ でも、俺普通に見てたらさ、このアバラの脇なんかさ、ここあんまり鍛えようがなくてね。こそうですね。このアバラのちょうど脇の。ね、胃の、なんか、こんな脇腹。肝臓。とかですよね。効くよね、あれ。効きますね。打たれたら、打たれたら。はい。打たれないように、打たれちゃうよね。そうですね。うん。う。ん。ま一瞬でも、こらえれると。耐えれるんですけど。うん。その。 その隙がない選手とかいますね、例えば上,上体を起こされた後にボディーとか打たれたりして予想できなかったりすると聞きますし、ただそこだけ打てばいいってもんじゃないですし難しいよ、ね。えー、でもこの後また試合がそうですね、これからずっともう試合続いていくと思いますんで、あー、あ,ーあのー、ああちょっと。 勝ち続けて。うん、勝ち続けてほしいしさ、あ、うんうん、私が対戦相手だったらさ、あれだな、絶対顔を狙われると思うからさ、ちょっと、うん、あグローバー下げ組の方がいいんじゃないか。うん <laughs> なんか顔可愛いじゃないお前何考えてんの絶対顔多いぞどなしだと思ってんだお前誰だって打たれないようにするけど別に顔が大事だから守るとかでもあいつの顔絶対ぶん殴ってやるとかって思う対戦ですよねえ本も出てますねはいこれは村田亮太さんのフォトブック「ファイトマガジンハウスから発売中ですすごいですよこれちゃんとかっこいいお尻が見えて ほら本当恥ずかしいですね、これは。いやー、でもね、ファンにとってはあれだよね。不思議なもんですね、こういう撮影って、でも、なんか、まさか自分の裸が取られてるとは思わないですけど、撮影の時になったら、何も考えずに脱げるっていう、なんか、ちょっとグラビアアイドルの気持ちが、ちょっと分かった瞬間ではありましたそうですか鍛えて。るところも 全身ヌードのやつもあるしね。うん、はい。えー、これはあ、どっから出てマガ,、ね、マガジンハウスから発売中です。うんうん、大竹メインディッシュ。本日のゲストは村田亮太さんです